基本ね、メンヘラ女子とかメンヘラ男子っていうのは構ってちゃんなんですよ。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。今日はですね、やばい不倫女と不倫男の LINE の傾向ということをお伝えしていきたいと思います。ちょっと今日はですね、北九州の門司に来ておりまして、門司港のプレミアホテルというところからちょっと動画を撮ってるんですけども、めちゃめちゃ景色が綺麗ですね。見てください、見えますかね。これ向こうに見えるのが関門橋なんですけども、今日はここからちょっと後ろ側にベッドを立てるんですけども、お届けしたいと思います。お、声が聞こえますね。海が、前に海がダーッと関門海峡、向こうが本州で、なんだあれは、山口県の下関かな、なんですけども、まあ、早速今日はね、やばい不倫女と不倫男の LINE の傾向ということをお伝えしていきますね。で、やっぱりね、このね、やばい不倫女と不倫男っていうのは、まあ、ある一定数います。います。もう本当に残念ながらいるんですね。うん。で、私も、まあ、これまでね、9年間で6000件以上の不倫解決に関するカウンセリングをやってきたんですけども、不倫女と不倫男、まあ、不倫男ですね。だから旦那さんの方ですね、私たちから言うと。私たちから言うと、旦那さんの方が、まあ、メンヘラの場合もあるし、不倫女が、メンヘラの場合もあるんですよ。でね、それの共通することっていうのが、まあ、超めんどくさいっていうことなんですね。うん。で、今日はそのやばい不倫女と不倫男の LINE の傾向、その LINE ですね。だいたい連絡、今の時代っていうのがやっぱりこの連絡を取るっていうのが LINE だったと思うんですね。まあ、じゃあこの G メールとか、普通の携帯のね、なんかメールとかではないみたいなんですよ。まあ、あるいはインスタのなんだっけ、あれはダイレクトメッセージか。なんかそういうのありますよね。私あんまりしないんですけど、いうのを使ったりとかします。うん。まあでも、そのインスタのなんとかメッセージとかいうのはね、まあ、それはあんま通知、私あんま使わないのでわからないんですけども、多分 LINE っていうのはピカピカピカうるさいわけですよね。うるさいって言ったらあれだけど、私あんまりこう、LINE そういうこう、あまり、まあ、豆な方じゃないのでわからないんですけども、なんせそのやばい不倫女と不倫男っていうのは、LINE の傾向からしてもやばい傾向にあります。なので、そのやばい人たちを見分けていくために、もし自分の旦那さんがメンヘラ傾向にあるんだったら、逆にそれをメンヘラ傾向の男の心を、こう癒してあげないと、メンヘラ男っていうのは、自分の心の依存先っていうのを探してしまうんですね。だから浮気症であったりするんですよ。まあ、この今からランキングというか、傾向ね、5つお伝えしますけども、本当に自分の心が満たされなかったらメンヘラ男たちっていうのはすぐにメンヘラ女とか、あと自分を承認していく年上の人とかね、いうことを探したりとかしますので、メンヘラの旦那さん、この今から言う傾向、LINEの傾向に当てはまるんであれば、ちょっとね、自分の旦那さんの心を癒す作業というかね、作業ですよ、もう仕事ですよ、に入った方がいいと思います。で、あと、これ今見てくださってる方が、不倫をしている旦那さんで、自分の彼女ですね。彼女、まあ不倫はしない方がいいんですよ。いいんですけども、その自分の、彼女である人がメンヘラ傾向にあるんだったら、別にこのメンヘラのこっちの動画ね、うん。こちらの方で、やばさをいっぱい言ってますので、本当にやばいことがたくさんあるから、最初は可愛いと思うんだけども、メンヘラな人ってね。だけども、本当にやばいよということを、またちょっとこの LINE の傾向でね、あ、こいつやばい、メンヘラだなと思ったら、もう速攻別れることをお勧めします。はい、ということで、5つ傾向をお伝えしますね。1つ目が、アイコンが自分の決め顔っていうことが多かったりします。で、もちろんこのアイコンっていうのは、私みたいにお仕事をしてたりとか、SNS 関係のアイコンをやっぱ顔じゃないといけない、いけないというか、そっちの方が信用度が高まるので顔にしてるんですけども、その仕事で SNS を使ってない方なのに自分の顔を、こうアイコンにしたりとか、決め顔ね、しかも決め顔であったりとか、自分の最高の1枚を撮ろうとするんですよ、そのアイコンに。だから、あったら全然違うとかね。
いうことも、私もそのこと言えませんけども、いう傾向があります。あとアイコンをねコロコロ変える人ってね、これももう断然メンヘラですね。アイコンをコロ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 、なんかもう1週間に1回か2回変えるような人っていうのは、もう究極のかまってちゃんですね。だからアイコンが変わったら、例えば LINE でも何でもアイコンが変わった、アイコン変えましたみたいな通知が行くじゃないですか。うん、なのでそうやってかまってほしい、私のことを忘れないでほしい、俺のことを忘れないでほしいっていう人が多いので、アイコンが決め顔とコロコロ変える人っていうのは、このまあメンヘラ傾向やばいです。もう別れるときえらい目に遭いますから気をつけましょう。はい、次2番目、2番目はいつでも既読がつく。もう既読がもう超早いんですよ。お前定が携帯じゃないのかっていうぐらい、なんせこの既読が早すぎるっていう方ですね。で、既読が早いっていうことは、そういう人って決まってこっちが既読にしないと、自分のことを無視してるんじゃないかなっていうふうに思う傾向にあるんですね。だから未読スルーされてるんじゃないか、たかが半日、こう未読になってるだけで、なんか私嫌われることしたのかなとか、俺なんか悪いことしたのかなとかいうふうに思う傾向にあるんですね。うん、だからいつでもどこでも何時でも本当何時でもですよ、何時でも、いかなる時でも既読が早い人っていうのは、メンヘラ傾向にありますから、これもご注意ください。次3番目、3番目は連絡がマメすぎるってことです。これマメな方は特にね、あの石田純一さんなんか特にマメって言いますよね。まあ彼もね浮気めっちゃしてるみたいだから、まあもしかしたらメンヘラなのかもしれませんけども、なんかちょっと誰かが言ってたんですけど、超優しいらしいんですよね。なんか本当に男の自分でもなんか惚れるぐらい優しかったりするそうです、彼はね。なぜこの話戻すと、連絡がマメすぎるっていうのは良くないことなんですね。だから、今日今どこどこに来てますよとか、どこどこにいてこんなことしてますよとか、もし、あ、だから私たちのような仕事をしてる人っていうのは、あの自分のことを発信することは大切なことだから、それ以外だからプライベートですね、プライベートでお友達に今ここに来てんねんとかいう人たちっていうのはちょっとやばい感じがします。うん、だから基本ね、メンヘラ女子とかメンヘラ男子っていうのはかまってちゃんなんですよ。で、自分が一番かまってもらってないと嫌なんですね。だから別れる時に自分が一番かまってもらえなくなる状況になるから、例えばあのこうやってねシャカシャカやったりとか、なんかとにかく自分のことを中心に回ってないと気が済まないのがメンヘラ女子メンヘラ男子に多いので、なぜこの連絡がマメすぎるっていうのもちょっとキモいって言ったらあれですけども、あの気をつけた方がいいかなと思います。次4つ目は今この時の様子を伝えたり聞きたがるってことですね。さっき あの連絡をまめすぎるっていうこととちょっとまあ関連するんですけども、なんせねあの今何してるっていうことを聞く人がいます。今何してるとか、今すぐ会いたいとか、ちょっと話があるから来てとか、なんかそういう人ってね超やばいですから。いや話があるんだったら今この LINE で済むだろうって思うじゃないですか。だけどメンヘラ男子メンヘラ女子っていうのはなんせ会いたがるんですよね。うん、で、会いたがって会えない、いや今ちょっと忙しいからっていうと、こちらの様子を聞きたがる。なんで会えないのか、なんで忙しいのか、そのよりも私よりもそっちを優先するのかみたいなことを言い出したりします。これ男子も同じです、うん、メンヘラの男の人も同じです。なんで今日今会えへんのとかいうことを言う方がいらっしゃいます。もう本当にめんどくさいんです。あ、ちょっとめんどくさいとか言っちゃうですね。めんどくさい人がもうこのね様子を伝えたがったり、自分の様子ですよ、今私何してる、お風呂入ってるとか、いらん報告やねんっていうことをねなんかこう言いたがるんですよね。だからそういう人たちっていうのは別れる時に本当になんかあのこっちのね後ろの背景を聞きたがる人が多いので、まあ、気をつけましょう。次5番目は浮気症で LINE の通知音がうるさい。まあこれはね、まあ、一番アイコンが自分の決め顔、2番いつでも既読がつく、3番連絡がまめすぎる、4番今この時の様子を伝えたがったり聞きたがる。でこれをすべて、このすべてのものをお兼ね備えた人は浮気症なんですよ。うん、で浮気症な人ってなんせねいっぱいいっぱいいろんな人に連絡を取ってます。でこれは男子も女子も関係なくいろんな人に連絡取ってます。でいろんな人に自分の様子を伝えてます。個別に個別にね
伝えているので、あとは例えばインスタだったらストーリーにガンガン上げたりとか、だから私たちのようなお仕事をしている人たちっていうのはストーリーに上げることは大事なんだけども、それ以外でお仕事じゃないのにストーリーに必要以上にもうなんか1日何回上げんねんと、だからストーリーをちょっと、ね、インスタのストーリーをクリックしたらなんかものすごく20個ぐらいこう1日の投稿がちょっと笑いすぎちゃいけないですね。まあ、暇なんかとあった私は思うんですけども、まあ、仕事以外でですよ。で、そういう人たちは結構メンヘラ傾向にあります。うん。なんか、だから自分の様子を伝えたがる人って何なんでしょうね、あれね。キモい。あ、キモいとか言っちゃいけない。なんかちょっとあれですよね、って私は思うんですけどね。なので、そうやって自分の様子をこうアピールして、誰かに何か感想をもらいたいわけですよね。なんか、今、そんなとこいいねとか、なんかこんなんだよとか、いうふうに言いたい方が多かったりします。なので、その浮気浮気症な方、そのほぼほぼ浮気症なんですよ、うん、いろんな方がいろんなコメントをしてくれる方が、ね、自分のこと構ってちゃうんだから、うん、なので LINE の通知音がうるさかったりします、うん、LINE ってまあ、あのなんだあれ、ストーリーじゃなくて LINE はなんだっけ、なんかあげますよね、今がなんかドーンとあげるじゃないですか、あれをドーンとあげたらみんなにバーって拡散するところもありますからね、いいねを押すとね、それの通知音がうるさかったりします。なので自分の旦那さんの例えば、まあ、もちろん浮気をしている時っていうのは通知はうるさいでしょうけども、それ以外で浮気が終わったなって思った時にやっぱり浮気が終わったなというか終わる前でもいいので、とにかくその通知がピカ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 うるさい人たちっていうのはかまってちゃんが多いから、なるべくその旦那さんのことをね、かまってあげたり、ねぎらってあげたり、優しい言葉を言ってあげたりっていうことがすごく大事になるかなって思います。で、あと不倫してる旦那さんたちは、男の人たちっていうのはメンヘラ女子と付き合うとろくなことありませんからね、ほんまに別れ、このこっちね、別れる時にえらい目に遭いますから、そこはご注意ください。自分の一番大事なものをね、なくさないように、まあ、なくさないためにも、私はメンヘラ女子と付き合うことは、極力下げてほしいなと思います。もちろん不倫はダメですからね。はい、ということで、この動画では不倫をされている旦那様、奥様向けにどうやったら、夫婦円満、家族円満になれるのかということを中心にお伝えしております。今日ちょっとホテルからお伝えしました。また、もしよかったらチャンネル登録、あとコメントの方もよろしくお願いいたします。それではまた。